ホモサピエンスの皆さん、トレーニングお疲れ様です。バズーカ岡田です、えー。今日もですね、フィットネス業界について考察してみたいと思います。まあ現在ね、えー、まあ本当に先端的なもので言えばチョコザップさん、えー、こういったねこれまでには考えられないような業態がまあかなり拡大しているというね本当にすごい時代になりました。まあコンビニに行けば。 プロテインの商品がバーッと並んでいるような、ね、時代に、えー、なっていてですねもう本当に考えられない、えー、私なんかはねもう本当に2,000年前からトレーニングしてますから考えられない、えー、状況ですし、まあ、ここ10年での、ね、変化というのがものすごく大きいなということを、まあ、主観的に感じていてこれなぜ、えー、こういう状況になっているかという、ね、ことを お伝えした上で今後どううなっていいくのかということこまで考えていいいいきたいとういうふうに思まますまず今回はねなぜこういうフィットネス業界というものが盛り上がりを見せているのかという共通理解をしていきたいと思います。まずですね本当ここ10年の変化というのがとても大きかったように思います大きなきっかけはですねさまざ、あ、まありますけれどもその一つはですね ライザップさんのテレビ CM これはね本当に大きかったというふうに、えー、記憶してますもうすべての日本人が、えー、ライザップさんの、えー、CM を見たことがあるぐらいだったんじゃないですかね本当になんかあのー、それがね面白いからといって、えー、CM ではなくてねテレビの企画になったりですねさまざまなところで見るようになりましたこれライザップさんというのは、えー、個室、えー、パーソナルトレーニングジム 食事と筋トレで体を激減させますよということで一気に成長して上場したわけですよ。でこれまではね 1on1 のパーソナルトレーニングっていうのはありましたけど、えー、全く目立つ業態ではなかったわけですよね。でそれを一般の方がさまざまな場所でできる今まではね大きなスポーツクラブの中でパーソナルトレーナーと契約して ワンオンのトレーニングをするというパーソナルトレーニングが多かったですけれどもそれででもすすごく少なかったですよそれがねパーソナルトレーニング専門の会社で専門のジムができてさまざまな駅にあるという状況でこれがテレビ CM を打つということがものすごく大きなターニングポイントだったというふうに思います。 筋トレととと食事ででお金かけけれれば買えられるということを知ったわけですよ今まではトレーニングというのは一部の愛好家のものあるいはアスリートのもの下手したらねアスリートも筋トレやっちゃいけないというぐらいの時代でしたからね少し前はまあなので本当に一部の愛好家のものだというものが一般化したわけですよ。これでブワッととマーケットが広がったと まあそしてそのタイミングと同じぐらいにファミリーマートでセブンイレブンさんでねサラダチキンが出たんですよ。もうこれも革命的でしたね私たちトレーニングに慣れ親しんだ人間はライザップさんのパーソナルトレーニングを受けるということはなかったわけですけども自分でやれますからね。でも減量女子脂に有利な鶏の胸肉がしかも低脂肪で調理された胸肉がパウチで売ってる。 全国何万店舗もあるセブンイレブンどこでも買えるとありえないことだったんですよ。という後押しがありましたそして確か2015年に中山やまきんに君そして2014年から春日オードリーの春日さんが出て15年にきんに君が東京オープンボディビルに出てテレビでそういう大会がね大きく取り上げられたということもありましたななので14 15このでこりに大きな えー、地上メディアで出るような、ね、こととが多かったと当時は SNS なんてまだまだで特に YouTube もまだまだねテレビメディアといえばテレビというテレビ全盛時代においてテレビ CM そしてバラエティ番組で、えー、オードリーの春日さんとか中山やきんに君さんがボディービルに出るということで一気に来たんですよねあとリリコさんかであったんですよ。というのがあり、えー、日本人の脳みそにそれが植え付けられたと。 その状況でエニタイムフィットネスが伸び始めてるわけです上陸して伸び始めているとそしてエニタイムフィットネスに並,ぶ並んでいたジョイフィットさんですとかファストジムさんとかそれと同じような業態が出てきてもうすべての駅に24時間ジムがあるとそして低価格であると今までは24時間ジムなんて、ね、ゴールドジムの数店舗しかなかったと。要は 一部の超筋トレ愛好家が24時間やりたいということに対応する店で十分だった、これがでも日本中に24時間できるところができたと、それぐらい日本人の脳みそに筋トレをするといいらしいぞというものが植え付けられた、す、ま、しなわちマーケットが広がったわけですよ。という状況がありました、で価格帯も、ね、一般的なスポーツクラブが1万円のところが、ね、7000円、8000円になるわけですよ。 これはプールとか人材ですとか、ね、スタジオとかそういった経費のかかるものというものを全部カットしていって本当に筋トレのマシンに特化して精進化を図るということでコストカットするそして多店舗展開による、ね、チ,ェーン店のリチェーンストアの理論で運営していくということでそれが本当に大ヒットして今に至ると。そしてさらに価格破壊が進んで チョコザップさんのように3000円あるいはその他の24時間ジム新興24時間チェーンもね3000円ぐらいのものが出てきたというねとんでもない時代なんですよ月3000円でトレーニングできるなんて考えられない私は、えー、自治体のね、えー、運営する、えー、体育館私はねほんと練馬総合体育館というところでねやってたんですよ1回ねほんと数百円下手したら50円とかだったかもしれないそこ昔マッスル北村さんがいたらしいですよ 確かに、えー、バギーパンツを履いたビルダーがいっぱいいましたねで。そういうところでやらない限りはね月3000円なんて考えられないとで。そういうところは大体機材も古かったですからね。でも機材も新しくてという状況で3000円できるってのはありえないと。まあなんかチョコザップさんとか機材が良くないといったコメントもたくさんいただきましたけどね私見てないですけども、まあ、メンテナンス等は問題なのかもしれないですね。 まあ、という時代なんですそしてその背景にねまあ、さらに YouTube とか、ね、Instagram っていうね写真とか動画がバズるというね、えー、メカニズムそしてここに、えー、経済的価値があるとアテンションエコノミーで筋肉の写真をアップするあるいは筋トレ YouTuber が仕上がっていくところを YouTube 動画にするこれが、えー、その方々を人気者にしてその方々に広告収入が入るっていうシステムが出来上がったわけです。このプラットフォームをか,かった これによって多くの人がテレビ以外のメディアでも筋肉を見るようになったそしてテレビというものが少し影響力を落としてきて YouTube が力をつけてきているその状況において筋トレ YouTuber という言葉が出来上がっているぐらい筋肉を見る機会というのが大変多くなってきたというのがここ10年の流れだと思います。まあ本当に私年から 柔道の代表チームで筋力,筋力強化を、ね、して2021年の東京オリンピックまでやりました2012年にね、えー、柔道代表チームに入った時はスポーツにおいて筋トレはいらないんだという理論もあったぐらいですトップアスリートにおいても筋トレはいらない一般人においても筋トレはよくわからない要は一部の筋トレフリークのものだったんですよ。まあ、それがここまで来たと まあだから前の動画でも言いましたけどもトレーニングという言葉から、ね、フィットネスという言葉になって、ね、フィそして、えー、YouTube じゃないや、えー、とインスタの、ね、アカウントになんとかフィットネスという人が、ね、もうウゴの竹の子のようにいるわけですよ。 フィットネスなんて言葉は私では使ったこともなかったんですけどこれは本当にトレーニングが一般化してねさらにトレーニングというね、やや重めの言葉からまあライトユーザーにも刺さるような言葉に変化していったというものを感じております。まあ、ということでねこの10年フィットネス業界がなぜここまで盛り上がってきたのかということを私なりの視点で解説してみました。 まあ実際に教員やってるとねトレーニングやりたいと大会出たいという人が増えてますしそして低年齢化してると、まあ、本当に人気なんだなということを直接的に感じることが多いですねでこういった子たちがねトレーニングフィットネス産業にお金を払っていくわけですしあるいはそこのフィットネス産業を盛り上げていく一員としてね事業者になっていくということを考えると、えー、本当に大きな影響を与えていた10年なんだなということを感じております。まあ、次はです、ね、じゃあ今後どうなっていくのかと いうね、私なりの考えを、えー、述べてみたいというふうに思いますということでトレーニングいってらっしゃいついに理想のサプリメント抗泳ペプチドが完成しましたこのアンチドーピング認証を取るのが本当に大変で時間がかかってしまいましたその代わり筋肥大一連の流れをサポートする最強成分そして健康面安心にも配慮したものができましたもちろん私も飲んでいますもうね元のサプリメントには戻れないという感覚でいます是非皆さん体験してみてください そして携帯できる最強 PFC6 パックプロテインバーもご好評いただいておりますこのバズカホエーペプチとともに筋肉のケアを万全に行えるものとなっておりますのでよろしくお願いしますさらにオンラインサロン公式 LINE そしてプロパーソナルトレーナーボディメイク検定ジム書籍など様々ありますご自身にフィットしたものを選んでトレーニング頑張ってください